ネル登録よろしくお願いします。私初めて見るんですけど GT500 のニュー NSX の顔ですか？そうですね、これあのタイプ S の顔になって、だからこう前よりもフロントがシャープになってますよね。とんがった感じしますね、はい、これの方がなんかねフロントのダウンボスが 出るということで、あらららら、こっちのバージョンに変えろという話ですけど、かっこいいというか、なんかより強そうな性格の顔ですよね、やっぱりね。そうですね、もうなんかどんどんねフロントの周りがこう複雑になってきちゃうっていうか、いやでもかっこいいですよね。かっこいいですね、うん、すいません、私あの昭和生まれなんですけれども、機動戦士ガンダムをちょっと彷彿させるようなですねモビルスーツチックな顔立ちっていうのはちょっとそそられるんですが、そうですね、そういうなんかどんどんそういう感じになってますよね。なんかすごいですね、なんか未来のなんか乗り物にだんだん近づいてきているような感じもいたしますが、さ、今シーズンですね ARTA は野尻智樹選手と福住理恵選手というコンビが継続でございますけれども、今回は野尻選手が8号車に乗ってくださいますね。そして今回登場いたします16号車からパーソナルドライバーの笹原選手、17号車の塚越光大選手、14号車には
まあ、マシンの開発もその、まあ、マシンそのものもそうなんですけども、今は、まあ、ブリヂストン、それからミシュラン、そしてダンロップ、さらには横浜と、まあ、このタイムメーカーの戦いっていうのも本当に大変ですもんね。そうですね、まあ、車だけじゃなくて、まあ、水道外のタイヤメーカーも、まあ、タイヤのボードもいいし、すごい難しい。
生で観戦したことがない、アニキュレだけは来たことあるけどという方は、とにかく生で見ていただきたいですね。いやー、やっぱりね、このレースの並び見て、はい、スポーツ全然言えることだと思うんだけども、ね、やっぱりこの雰囲気、匂い、はい、その、このビリビリした感じ、まあ、全部こう、さっきとしてみんなに見てもらいたいですよね。そうですね。本当に今年は鈴鹿大会が2回ありますから、そういう意味では鈴鹿で GP が2回見られるチャンスっていうのは、鈴鹿ファンの皆さんにとってはとてもいいニュースでしょうし、楽しみが広がると思いますし、まあ、本当にでも、ね、最終戦がありますので、本田ファンの皆さんは最終戦を的にも駆けつけていただきたいと思います。さあ、ASX の新型のカボンボディのこの車でもちょっとでもちゃんと慣れる。